本日もこちらやっていきましょう。スクールランブル。やだーみーこちーん、呼んだっちゃねえよ、試合だよ試合。もうだーりなー、お前真面目にやらなかったらかかと落としだ。胸に挟まれる方がいいとかって言うんじゃねえだろうな。じゃあ勝ったらご褒美くれる？ご褒美？いいじゃん、真面目にやるからさ。了解。じゃあ始めようか。プレイヤーは位置について。はい、いやいや、いくよ、いいわね。1回戦第2試合始め。私がサーブしていいの？どうぞ。じゃあ前衛お願いね。了解。おい、ナイストス。はっ、ミコとイマドリペアポイント。驚いた、いいトスだったぞイマドリ。ガッハービガッハービー。おいおい、ちゃんとひらちゃんにもっと頑張ってもらわないと。よし、ここは私の出番ね。何をする気だ、何をするつもりなの。本当に何をするつもりだ。アドバイスするのよ。プロの監督みたいでかっこいいじゃない。試合展開がひっくり返るくらいのナイスアドバイスをお見舞いしてあげるわ。乙女のお色気、あっ、作戦よー。説明するとね、説明しなくてもわかるわよ。さあ、部外者は観客席に戻ってもらった。私の作戦はあっさりと却下された。その後、エリちゃんたちは頑張りを見せて、勝敗は誰の予測もつかないところまで展開していった。くぅ、私とおバカさなんだから。でも自分で分かってるやつやね。アキラ・エリペア対ミコとイマドリペアの試合は最終局面を迎えていた。
1歳しか違うねんよ。やめとけ。それ。見事今取りペアポイント。みこと今取りペアポイント。全体集まってろー。そうね。じゃあ10分休憩の後決勝戦よ。強いね。ここまで来たら周防先輩たち。そうね。でも勝つのは私たちだよ。平気平気。私たち姉妹の力を見せてやろうよ。っていうかさっきは大変相手があんたらに惚れてるから力出せなかっただけじゃねえのか。何してたんだ。何って静かに試合を見てたじゃない。私の隣で。いや覚えてない。アリマさん、その後何か喋ってました。愛する者同士の戦いがとか。何それ。なあ、いや、なんでもない。気にしねえでくれ。アリマ君、いつものことや。ところで試合はどうなった。応援するが、頑張れよ。任せて。僕は一体何をしていたんだ。今取りが微妙にかっき。
これより決勝戦を開始します。負けないわよ、ミコちゃん。こっちこそ。ヤクモ、サーブお願いね。あの、私、いいからいいから、すっごいサーブを頼むわよ。そうだな、狙い目は。頑張れ、スカート。行ってやるな。よし、いいとこ行った。見事、今取りペアポイント。やったな、ミカチン、ご褒美。試合に集中しろ。ミコト、今取りペアポイント。大丈夫？くぅぅぅぅ、惜しい。スカウトしまえよ、必ず勝つ。お前ら応援しろ。なんだ、どうぐらい。これから先何が起こるか分からねえってことか。頑張れ、使うと。はっ、ミカチン、行ってよ。ヤクモ、来るわよ。私が飛ぶからフォローして。分かった、行くよ。で、決まり。イン、見事今取りペアポイント。そしてついにマッチポイント。ヤクモ、はい、姉さん、いいところに上がった。スカボト、決めてくれ。それ、これが起死回生の
った。あと試合終了、勝者ミコト今取りペア。やったー。まあこんなもんよ。いい試合だったぜ。ちょっとにやけるあれじゃねえような気もするんだけど。ありがとう。俺は こんなに感動した試合を初めてだ。それはある意味めちゃくちゃすげえような気もするんだけどな。えいって言ってくにゃって曲げられるほどのスプーン曲げ。間違ってはいないけど。私はそんなことやめた方がいいと思うんだけど。でもはどう思う？まあ一応さ。みんな一緒が一番よ。アキラちゃんあったもいい。だって。そのようにね、はい。自分がビーチバレーに優勝してたら割り勘なんて絶対決まないわよ。言ってやれるよそんなこと。知ってるじゃん、ご褒美確定。やだ。待てよ。カルテットというじゃねえのがその場合って。スカウト、ジュース持ってきたぞ。
使うのは。なんだこれ。本当にハだよ。不思議くん？たまに考え込んでたり、そう思ったら叫んだり、走り出したり、うずくまったり、想像もつかないことを急にするんだよね。そういう人を世間的には不審者というものじゃないのでしょうか。そういうのを挙動不審って言うのね。いっちゃう。挙動不審。これって何なんだろう。諸葛亮公明。あのな。ヘリちゃんとハリマくんもいいコンビだよね。やめてよこんなやつと。そらこっちのセリフだ。今のはミコちゃん？ただごとじゃない感じだな。死去。何これ、どうしちゃったの今鳥くん。でも落ち着いてよく見て。カレー。今鳥くんカレーを食べて倒れたの。まあそうなる。これって原島くんが倒れていた時と似てる。うん、同じよ。ガラスマ失踪事件の真犯人を突き止めるという。どうした？私思い出したわ。私カレー食べてない。今鳥くんのカレーを見て思い出したの。海の家って言えばラーメンとかカレーとかよね。そんなの海じゃなくても食べられるだろうってやつを食べないと海に来たって気がしないじゃない。じゃあ大丈夫。だって選択肢の中にカラスマのことがなかったんだもん。まあそうだな。そう、私にはやらなければならないことがあった。それはとっても大切なこと。でももう大丈夫。私は思いっきり取り組むことができるわ。それって。だったんださ、昨日。カラスマくんを手に入れることよ。カラスマゲットだぜ。ち、カラスマ手に入れるわ。そうよ、何としてもこの手に入れてみせるわ。以上か、以上なのか。おいおい、かなり大胆。
妻が後ろに心霊写真のように見えるのは気のせいであろうか。もう後ろ、うん、捜査再開、そうよ女子高生探偵塚本天馬の復活よ。アキラ、あんた今までどこにいたの？とりあえずどっか。まあ、アキラがマイビーチに戻ったら、ここでやるべきことはもうないわ。町に戻ってカラスマ君を探すのよ。アキラの後ろに見えるおかっぱ頭のやつはどうなんでしょう。もう帰るの？十分に遊んだろ。手伝ってやろうぜ。決まり。よし、すぐに出発よ。ありがとう、夏の海。そして、さようなら。次に会える時を楽しみにしているわ。みんなにバレてますね。はあ、あれ？いくらしつこいからってそこまでやんなくたってね。違う、あたしはただかかと落としを見舞いしただけ。そうだよ。で、長野見てたのか？まあ、百歩譲って今取りの神事がやったんじゃないでしょうか。じゃあね、カラスマもスオがかかと落としを食らしたってこと？ミコチンだ。面白いからに決まってるでしょ。じゃあ一体何だったの？数種類の特殊なスパイスを溶かしたもの。スパイス？なんだ、ただのスパイスまみれだったってわけか。よかったな、つかもの。よかった、カラスマ君は生きているんだ。バカバカしい喧嘩だったわね。まったく、バカバカしくないよ。だってスパイスまみれで倒れてたカラスマ君はいなくなっちゃったんだから。でも海の家にはいたんだよね。
なんでこれが選択肢に入っとんねん。カレー職人よ。だってカレーよりはいいでしょ。なよ。それだったら使い切った後にどうするんだっつう話になるで。感情そのものが欠落してしまったかのような喋り方。だったらここら辺で打っとるわい。そこら中に出てくるんだもん。よし、犯人の目的もはっきりしたことだし、さっさと犯
横横見てみたら矢上駅の前に矢上駅の看板の下のところにいるのもカラスマじゃねえか。危ないところはありがとう。塚本さん、どうしてそこまで。だって私、あなたのことが、よし、これっきゃない。何か余計なこと考えた。ねえ、誰かカレー職人に心当たりはない。あるかもね。最終回らへんでは確かにそういう風な。よし、まずはメルカドだ。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと、まあさすがに塚本ルートのために男性陣が出てこないな、やっぱ。やっと。それでは失礼します。